問題。運動する際には、運動時に起こりやすい病気に対しての対策が大切だ。その通りです。血圧管理もそうですが、運動する前や間での水分補給は、脱水症を予防することができます。また、真夏の暑い日には帽子を忘れずにかぶり、湿気が多く、運動するのに適さない日があれば、運動を諦めることは、熱中症の対策の一つになります。